フアンカルロスグティエルス・アコスタは、ベネズエラ・アンソアテギ州プエルトラ・クルス出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2000年12月14日にヒューストン・アストロズと契約。2001年と2002年は、ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・アストロズでプレー。2003年は、ルーキー級、マーティンス・ビル・アストロズで16試合に登板し、1勝2敗2セーブ。 防御率4.76だった。2004年は、ルーキー級、グリーンビル・アストロズで13試合に登板し、8勝2敗、防御率3.70だった。オフの11月19日に、アストロズとメジャー契約を結んだ。2005年は、A 級歴史ントンレジェンズで22試合に登板し、9勝5敗、防御率3.21だった。8月に、 AQ セーラムアバランシェへ昇格。3試合に登板し、1勝1敗、防御率3.00だった。2006年は AQ コーパスクリスティフィックスで20試合に登板し、8勝4敗、防御率3.04だった。2007年3月1日にアストロズと1年契約に合意した。開幕をトリプル AQ ラウンドロックエクスプレスで迎え、8月17日に、 メジャーへ昇格。8月19日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。8回裏から登板し、1回を無安打無失点1、脱三振に抑えた。この年は7試合に登板し、1勝1敗、防御率5.91だった。2007年12月14日にホセ・バルベルデとのトレードで、クリス・バーク、チャド・クオルズと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。 2008年は、トリプル A 級通ンサイドアインナーズで25試合に、登板し、5勝11敗、防御率6.09だった。2009年は、初の開幕ロースター入りを果たし、自己最多の65試合に登板、4勝3敗9セーブ、防御率4.06だった。2010年も開幕ロースター入りし、58試合に、登板、0勝6敗15セーブ、 防御率5.08だった。2011年も開幕ロースター入りしたが、5月25日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月11日に60日間の故障者リストへ移動し、8月27日に右肘の故障で残りのシーズンを全休することを発表。9月6日にトミー・ジョン手術を受け、残りの試合を欠場した。 この年は20試合に登板し、防御率5.40だった。10月13日に放出された。2011年12月13日に、カンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2012年は、前年の手術の影響で、7月からルーキー級アリゾナリーグロイヤルズでプレー。4試合に登板し、0勝1敗、防御率17.36だった。 7月中旬から AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格。5試合に登板し、0勝0敗3セーブ、防御率9.00だった。オフの10月18日にロイヤルズとマイナー契約で再契約し、11月20日にロイヤルズとメジャー契約を結んだ。2013年は開幕ロースター入りし、25試合に登板。0勝1敗。 防御率3.38だった。7月14日にディーフとなった。2013年7月24日にウェーバーでロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムへ移籍した。移籍後は28試合に登板し、1勝4敗、防御率5.19だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2014年1月6日にサンフランシスコジャイアンツと、 マイナー契約を結んだ3月29日にジャイアンツとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。12月22日にジャイアンツとマイナー契約で再契約する。2015年6月1日に契約破棄条項を行使し自由契約となり、10日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結ぶ。8月3日に自由契約となり、11日に ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結ぶ。2016年2月22日にナショナルズとマイナー契約で再契約。6月27日に解雇となり、7月13日にメキシカンリーグのユカタン・ライオンズと契約。2017年2月9日に解雇となり、5月2日にメキシカンリーグのサルティー・ヨ・サラペ・メーカーズと契約。ありがとうございます。